ずはじめに優勝馬主の小林栄一様でございます。続きまして菅井直輔調教師でございます。次に横山典弘ジョッキーでございます。次に調教助手の山田隆弘様でございます。次に厩務員の今波隆俊様でございます。そして生産牧場の出口牧場様でございます。それでは JRA60 周年記念第55回宝塚記念競争の表彰式を行います。はじめに優勝馬の関係者に対しまして阪神馬主協会から花束が贈られます。本日花束を贈呈いただくのは今年100周年を迎えました宝塚歌劇団月組のトップスター龍正樹さんと同じく月組のうらら千里さん、相馬セレンさん、朝日翼さん、ヒーナリンさん、そして日海有沙さんでございます。お願いいたします。それでは皆様どうぞお渡しください。以上、花束贈呈、宝塚歌劇団の皆さん、どうもありがとうございました。それでは、各賞の受賞式に移ります。まずはじめに、優勝馬主に対しまして、宝塚市長賞として、銀製のカップが授与されます。プレゼンターは、宝塚市市長、中川智子様。並びに宝塚市観光大使リボンの騎士サファイアの坂田百合子様、渋谷美久様でございます。中川様どうもありがとうございました。次に優勝馬の関係者に対しまして日本中央競馬会から賞品が贈られます。プレゼンターは JRA60 周年記念 CM ラブホリデーの楽曲を提供、今年でデビュー20年目を迎えましたTOKIO の城島茂様と松岡正弘様です。まず馬主の小林様に賞品が贈呈されます。賞品が贈呈されます。